今回は12月21日のアプデでカード追加されたノーマル地を紹介するよ。計略は四季音で範囲内の最も武力の高い青の味方の武力プラス6速度上昇。イラストはすごく可愛くて好み。計略は範囲は広いから高武力を複数デッキに採用するとコスト 1.5 に。だけ、ぬくくてちょっと難しく感じたかな。個人的にはテキストを範囲内の最も武力の高い青の味方の武力が上がる 1.5 コストの場合、さらに武力と速度が上がるから、範囲内の最も武力の高い青の 1.5 コストの武力と速度が上がるに修正してほしいかも。負けるかよ。イラストはめちゃくちゃ可愛いし、中心設定してについどるよ。馬について語れるのもいいよね。有馬記念の予想を聞きたいわ。投稿者はイクイノックスを皐月賞から天皇賞秋ずっと本命にしとるし、今回も本命でもタイトルホルダーも応援した。イシエフフォーリアの復活も期待した。イジでメンツが豪華すぎて迷うから馬について夜通し話したいわ。死んだふり、バレた。このソモは死なない。流派発動。一の方俺たちで新たな世を作るのだ。私が支えます。任せな。助けてくれ。戦機で刀王に選んだつもりやったよ。俺の首はやらん。小賢しい。連絡に言われた。仕事はこう。任せな。流派発動。身の方動けるものはついてきたまえ。この任せな。死なない。鉄人へ。
放て。バレたか。傷の心配はいらん。負けるかよ。行く。寝てないとダメか。相手の刀王に狙う以下の下割には少ない被害で抑えられたかも。ここがラストチャンスになりそうやし、できればまくりたいところ。放て。の土産に味わいやがれ。行く。助けてくれ。流派発動。三の型。流派発動。三の型。首はやらん。死んだふり、バレたか。ごめんなさい。水のごとく心を澄まし見極めるのです。一番乗りは俺だ。任せな。ジオ、すまない。助けてくれ。負けるかよ。ここは発動可能の表示を早く消したいからしよう。無駄打ちになるかもって可能性まで配慮できる試合展開じゃないかな。今回は2試合あるよ。
迎えが来たか。ぐわっ、行け行け。このソモは死なない。傷の心配はいない。死んだふりバレたか。行け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 。鉄寺へ。我が両目からは逃れられぬ。ただのおとりじゃないぜ。突撃。ここはソモにかけたかったけど、戦地のマイナス3で同武力になった関東にかかってしまった感じよね。それでも関東を壁にして突撃で落とせないか試みるよ。私は所詮脇役だ。気安く触るな。突撃。仕事はここまでだ。流派発動。三の型。ご視聴ありがとうございました。幕府をこの手で倒すんじゃ。